こんにちは、東京ドキメキチャンネル MC の吉成聡です。人気コーナーカップルインタビュー、今回のカップルは笑顔が素敵なよく笑うカップルです。リポーターはインプロトレーナーポジティでお送りいたします。じゃあ年齢と職業を教えて。はい、19歳で学生です。20歳です。学生です。付き合ってどれぐらいですか？もう来月で1年です。付き合ったきっかけを。学校が同じ。いや、自分から声かけました。どんなところが気になって。いや、もう第一印象で、はい。かけられてどうでした、最初は。いやどうだろう。嬉しい。嬉しい、いいですね。じゃあ、お互いに好きなところを教えてほしいんですけど、まず彼氏さん。好きなところ、やっぱ、優しいところですかね。どこが好きですか？私のこと考えてくれるとこ。彼氏さんにちょっとここ直してほしいオフが激しい。オンとオフが激しすぎる。オフだとどうなっちゃう？オフだと超だらけてる。だらしないなって感じ。だらしない。そうですね。ちなみに彼女さんの直してほしいなっていうところがあったら。泣き虫。なんか何があるってわけではないと思うんですけど、泣いてますね。寂しいと思って。そういうことも。寂しい時もあるんですって。はい、もっとたくさん愛情を、はい、初めてのファーストキス。いつ付き合って1ヶ月ぐらい、うん、1ヶ月ぐらい、はい、中傷。いや、多分彼女の血だったと思います、はい、どうでした、その時は。よかった。嬉しかった。初めてのエッチは。あ、ちょっとそれはちょっと秘密です。最後にほっぺに中ぐらい。いや、それはちょっと。というカップルインタビューだったんですけど、なんか彼氏関ジャニの村上信五さんに似てないですかね。2人とも何かこう発言した後に笑うところがなんかこう非常に好印象でしたよね。この東京ときめきチャンネルではカップルインタビュー以外にも様々な企画を用意しております。また皆さんの企画を募集しておりますので、ぜひぜひ動画の下のコメント欄に、コメントいただければと思います。まだチャンネル登録していらっしゃらない方は、パソコンの方はこちらをクリックしてください。また携帯スマートフォンの方は動画の下のチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いいたします。